私、ボイズとともに、東京ドームを目指しています、面白佐藤です。お願いします。笑ったら誰か。いや、東京ドーム目指してんの。そうですね、はい、なんで俺ついていかないの。もう置いてく気満々じゃん。さあ皆さん、青いチームとしてやりたいこと、まあ50人いますから、メンバー50人で何かやりたいこと、俺はこいつと何かやりたいとか、あと自分的に一人でこういうのもやりたいんですのどんどん書き出してって、まあそれやれるのかやれないのかっていう話をしていこうと思います。で、その YouTube 見てる人、普段どういうの見るの。俺ドッキリ系ですね。ああいいね。僕はあのディズニー好きなんですけど、ディズニーのアトラクションの動画とかです。あ、なるほどね。でも翔平とカラオケとか行くと、うん、結構ディズニーの歌ばっかり。あ、そうだね。ネタ。でも俺リンクとか行ったことないんですよ。ちょっとあれあれあれちょっと待ってください。いや、それをぶったがるって。いや、俺の相方と一緒。俺ちゃんと分かりました。中川のクラッシャー体験記みたいな、なんかちょっとね、エピソードクラッシュするのなかなかないよ。青チームでやりたいことある。あ、いいよ。あの、みんなの仲を深めるために、うん、あの、裸の付き合いということで温泉旅行。おー、あー、はい、いいっすね。温泉いいっすね。いいじゃん。温泉いいよね。旅館のね、美味しいご飯食べたりね。あー、最高。和食がいいよね。和食がいい。あー、いいね。はい。どこ行きたいとかある、みんな、その箱根とか行きたい。はい、ベタだよ。まあ、ベタだよ。多いか、多いか。僕は、あの、寺巡りとか。渋いじゃん。渋いな。寺巡り。はい。なるほど。免許持ちが多いんですよ。おお、免許持ってる人。お、結構運転もみんなで変わって楽しめるんで、うん、やっぱドライブいいですね。おお、はい、期待めっちゃいいですね。個人としてチームじゃなくて何かやりたいことを考えましょう。本当ラジオ大好きなんですよ。おお、そうだよね。家でも移動中でも行った先でも基本ラジオずーっと聞いてるんで。あ、いいよ、よろしく。ちょっと新しいものに出会いたくて。おお、その携帯とかを持ってるとどうしても見ちゃって、そうだね、携帯に縛られるのも嫌なんで、面白いというな、もうお財布だけ、うん、現金だけ持って、まあ、3日間ぐらい。人生疲れてるから。いやけどめちゃくちゃいい。そうだね、携帯がどれだけ便利かってやっぱ離れることによって気づくじゃん。携帯放置生活、うん、これいいかもね。結構好きですね。面白いかもね。全員で何かやりたいこと。ボイスみんなですか。そう、合唱コンクールした。お、あ、俺これめっちゃいいと思う。これ結構みんなの思い出だから絶対入るよ、ね、ワンセンテンスだから。え、でも分かんない。レッサーチフォートモーロン歌った。あ、僕それ歌いました。歌った。どんなね。だよね。どういうのか分かんない。レッサーチフォートモーロン。違う違う、そんなもんじゃない。ちょちょ、これ低いの。あ、そっちか。それはそれ合唱なんだ。合唱さん、合唱。これまでクラスなんだよ。危ない危ない。大丈夫だと思うで。でもそれで合唱コンクールやるんだったら文化祭も一緒にやりたいです。来ましたよ。あ、それでもどんどん出してほしいですね。こいつと何かやりたいってのは。何かやりたい。いいよ、僕新人なんで、うん、他の色にも新人たち何人かおるんで、うん、その新人たちと何かやりたいですね。あ、うん、まだね、ニューボーイズのメンツで反省会じゃないんだよ。はい、あ、いいね。とりあえず青はじゃあこれでいいですよね。お、ドライブ行って温泉行って、その温泉入ってる間は須田は寺の中にじゃあこれをやりたいと思います。ということで以上青チームのボイボイボイでしたー。